2013年以降非常に数が増えた梅毒以外にもやはり性感染症っていうのはいろいろな種類があると思うんですけれども、それ以外に特に注意すべきものっていうのはどういうものがありますか？そうですね、一般によく知られる性感染症として数が多いものは、クラミジア、あるいは淋病といったものがあります。クラミジア淋病の数自体は梅毒に比べてそんな爆発的に増えてるってことではないってことなんですかね。そうですね、報告の仕方が少し梅毒とは違うんですけれど、梅毒ほど右肩上がりに合ってるっていうようなことではないというふうにされています。クラミジアあるいは淋病の危険性っていうのはどういうものになりますか？症状が軽い人もかなり多いっていうところが、公衆衛生学的にはかなり問題ですね。というのは症状が軽かったり症状がない人っていうのはその病気にそもそも気づいたりとか受診をするっていうきっかけがないので、それで広がってしまうっていう、そういうことですね。ということは一方で重い人もいらっしゃるってことですね。そうですね。重い場合はどういうことになるんですか？重い場合はですね、クラミジアの場合には特に女性に多いんですけれど、子宮とか卵巣の周りの感染症によって炎症が起きたりとか、あとは子宮卵巣はお腹の中につながってますので腹膜炎という、そういうような症状が起きたりするということが知られています。なるほど。そうすると、先ほどの梅毒と同じように、妊娠出産に対しての悪影響っていうのにも及ぼされるということですね。そうですね。むしろクラミジアとか淋病の方はそういう女性の腹膜炎とか子宮卵巣なんかの生殖器ですね、そういうところの感染症で不妊症の原因になるっていうふうなことも言われていますね。症状としては、先ほどない方と重い方っていう話があったんですが、具体的にはどのタイミングでどういうふうに現れてくる感じなんですかね。症状がない方はもう気づかずに日常生活を送りますし、あとは軽い方はですね、女性であれば、子宮のあたりの違和感とか、少し織物が増えたとか匂い、そういうようなもので気づかれますね。男性は尿道炎になるので尿道から膿みたいなものが出てくるとかっていう、そういうような症状で受診される方が多いですかね。そういう意味では世界中で把握しづらいってことですね。観察されているとか診断を受けてる、治療を受けてる人と、その分母である実際は持ってるけど症状が出てない人っていうのは見えづらい感染症っていう。そうですね、見えづらい感染症であると思います。注意をするにしてもそれは我々どういうふうに向き合う必要があるんですかね。これは性感染症全般に言えることではあるんですけれど、症状があるかないかということに頼ってその受診行動を決めるっていうふうにすると、やっぱりどうしても症状が出ないで感染を広げてしまうっていうことがあるので、やっぱり不特定多数との性交渉がある方であるとか、定期的に受診をするっていうのは本当は望ましい形かなという。そういう意味では症状が出てからじゃなくてリスクのある行為をしているかどうかっていうことで定期的な検査を受けるとか、そういう判断をした方がいいんじゃなかろうかということですね。そうですね、なるほど。肝炎ウイルスみたいなものだと血液検査であるとか、HIV とかも血液検査ですね。自覚がある人がわざわざ医療機関を訪れて検査をするっていうところにハードルがあると思うんですよね。なかなか全部いっぺんに検査することは難しいっていう。